I still you, I still you 曖昧な朝に光が満ち溢れる。じゃあ行くぞ。ファイヤー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 。どうも、おんしゃです。今日は、歌方のクロアジエールさんが1周年ということで、この動画を出しています。まあなんかコールの解説とか書いてるんですけど、まあもう解散、このグループ解散したんで、まあ、ね、今更解説したところでっていうところで、はい。まああの、あと、活動期間中に、まあ声出し OK なライブが1回もなかったんで、まあもうね、お前らにやってんのって感じなんですけど、まあね、最後まで聞いてくれると嬉しいです。で、ここはあの、声優アイドルユニットとして、まあ、声優ユニットなんですけど地下アイドルの大会に出るということで、まあ、軽有な存在だったんですけど、まあ、特筆すべきはこの次の瞬間のやったいやー、まあ、声優楽曲なんですけど、まあ、ここにね綺麗なやったいがが入るということで、ね、もう良い、まあ、そのやったいがが入るから良いってわけじゃないんですけど、まあ、良い楽曲だなっていう。まあ、そもそもこの曲めちゃくちゃいい曲なんで、もうほんとミックスとかね打たなくていいと思うんですけどね、まあ、とりあえずまあ音質なので、まあ、とりあえずミックスをね、ダビチャッキャダビチャッキャ、まあそのここ広前提でちょっと今日ちらほら考えてたんですけど、まあこのね、もう MV 見てたら僕もうほんと辛くなっちゃって、もうほんとにいいグループだったんですよ、歌クロって。だから本当にね、もう解散してしまったのが本当辛くて辛くて、もう本当ね、これ恋なんじゃないかなと思って、だからね、あの感想はガチ恋工場シーンを入れてます。言いたいことがあるけれど、うまく言葉にできなくて、突き進めを見て言えたなら、こんなに苦しくないのかね、俺がこれから生きる理由、君だけの僕でいたいから、僕だけの君じゃないけれど、君だけの僕でいたいんだ、いたいんだ。まあこのサビ一応ワールドカオスとか入るんですけど、ワールドカオスからの逆で入るんですけど、まあそのね、このなんだろう、オキサブ歌ってる2人めちゃくちゃ歌唱力あるんで、それをワールドカオスで上書きしてしまうのは、まあ音質派でもちょっとありえないかなっていう感じで、まあ結構この実力派だったんですよ、この歌クロは。いやもうほんとね、悲しいね、いろんな面で悲しい、ほんとアイドルの対バンに出る声優がなくなったっていうのも悲しいし、曲が本当に強いんでそれがなくなったのも悲しいし、まあ歌もしっかり歌える子もいるし、パフォーマンスもしっかりできる子もいるしみたいな感じで悲しかったです。はい、以上です。リブラメット、リブラメット、リクロブラール、アスティラッツヤーレー。